であろう選手たちの顔ぶれ見れば分かりますけど、経験値が非常に高い選手たちが多いので、どんな戦術だったり、そのどんな状況に対しても対応できる選手たちが揃っているので、つなぎます。ポヨンジオン狙ってくる、逆に持ってきて木田、カットインあります。木田カットインか、戻して狙ってきた、だけどもしっかりとキープした中で時間作って木田に預けて、で木田選手の右足国部、左足田中です。田中入れてきた、ニアに来た、流れてきた、ニアでね面白いボールでしたけどね、はい、先ほども何度も言うように、はい、ここ出ましたね、鎌田選手に特定のマークをつけることはできないので、はい、スルーパス来た、素晴らしい、ホヨンジュに来た、ホヨンジュかわすか、倒れて、いい形でボールが渡ればというのは一つの形ですよね、まあ、右で鎌田も含めて作りながら左で木田を余らせてそこを狙いたいという仙台です。若さから奪うか、これはそうですね、ホールディングですね、山形ボールです、カード出ます。左足田中も構えています。変化つけるなら狙ってきた、田中です。山形に出ます、伊坂へ、伊坂前につけます、左足流れてきた、コーナーですけど、このショートカウンター、山形伊坂から田中へ、田中選手としても左足でね、どっちも蹴れる、まあ、強くも蹴れるし、このようなループも打てるっていう位置にボールを置きながら、まあ、でも小畑選手は本当最後の最後までね、決めつけずに、エベルトン前につけます、少しスペースがあります。左山田へ入ってくる、狙ってきた、外し方とシュートコースの、ね、取り方ですけど、ここは速攻でした、はい、このコースは、さあこれが一つチームに勢いをもたらすでしょうか、ね、そこで得たコーナー、はい、ゴール裏にはこれだけサポーター来てくれてますからね、はい、こっち入りますよね、来た鎌田です、姿ここはゴールから離れた位置、パーに行きます、高いボールで狙ってきた、さあ1点返しました、ホヨンジュン、ホヨンジュンでしょうか、ゾーンの外にこれだけ2、4、5人、はい、はい、まあ、これがゾーンのちょっと難しいところですよね、やはり勢いよく飛び込んできた、入ってきた相手に対しては一瞬でも遅れると完全に相手の有利な状態で飛ばれてしまうので、はい、さあ、まあ、ゾーンですので収まって、田中からここは落ち着かせます、山形です、山形ボールです、さあここカウンターです、河合シュート、ここ元気なところですよ、右に持ってきます、横山、横山、横山切り返して自分でいった、いや防ぎました、姿か、そうですね、幅を取ったエンドへ、中に持ってきて折り返してくる、流れてきたか、さあコーナーです、姿中央です、ニアに来た、流れてきた、エンドだ、